天安門広場自動車突入事件とは、2013年10月28日に、中華人民共和国の天安門前の歩道に自動車が突入し、炎上した事件。5人が死亡、38人が重軽傷を負った。付近の地図。上部が天安門2013年10月28日12時5分、SUV 車1台が、長安街の歩道に東側より突っ込み、 約400メートル暴走して天安門前の橋の欄干に衝突炎上した。この事件により自動車の運転手を含む経営5人が死亡した。北京警察のブログによると死亡した3人は自動車に乗っていたものであり、2人は観光客。他に日本人1人を含む38人が負傷した。自動車が突入した。 天安門は、毛沢東の肖像画が掲げられている塔の中国政府の象徴の場所であり、常に厳重な警備が敷かれている場所であった。現場にいた目撃者の証言によると、自動車に乗っていたものは、少数民族の使うような文字が書かれた旗を振りながら突入していった。公安当局はこの事件を、新疆ウイグル自治区の少数民族によるものとの見方を強めている。 29日にネット上に流出した公安局治安管理総体の内部通知によると容疑者と思われるもの,の名前は少数民族に多い名前であり容疑車両とされている自動車は心境ナンバーであった車中からガソリン容器、鉄の棒、スローガンが見つかり30日に公安当局は事件を国際テロ組織である 東トルキスタンイスラム運動が支持したテロ事件と断定、関連する容疑者5人を拘束した。被告8人が起訴され、2014年6月13日に、新疆ウイグル自治区ウルムチ市の中級人民法院で初公判が行われ、16日に被告3人に死刑、被告1人に無期懲役、被告4人に懲役の実刑判決が下された。 同年8月23日、3人の死刑が執行されたことが報道された。6月24日、中国政府は犯行車両が観光客らを次々と跳ねる衝撃的なシーンを含む映像を公開した。ありがとうございます。